ください。今日もあなた東北商店街、本日は7月1日、はい、もう夕方ね、5時近くなってきてね、暗くなってきましたね。もう最後の一仕事ですね。はい、この刃物のね、太陽熱まれちゃったところをね、全部もう草を、すっ飛ばしていきますね。はい、もうこれでね、春の片付けをね、どんどんやっていかないといけませんね。はい、春キャベツなどもね、もうあと1本残して全て終わりなのでね、全部もわせこうやってね、吹っ飛ばしていきます。まあ片付けはね、秋冬のね、栽培にすぐにね、作付けるわけじゃないので全然問題ないですけど、早めにね、やって土作りですよね、緑肥をまくとか、そういうことをね、対処しなければいけないので、できるだけね、サクサク片付けて、もう緑肥をまくんだったら早いとこまいてしまった方がいいですね。ということで、こうやってね、草だらけにしていくのは見栄えも良くないのでね、できるだけ早いところでね、こうやって片付けていきますね。特にね、ここは道路ペタなのでね、新規就農者というのは見られてますから、こうやってね、花を咲かせると、ダメなんですね。日本の田舎ではね、草を生やすという行為は決していいことではありませんから、草だらけにしたらアウトですね。まあ農業の常識ですよね。なので我々オーガニック農家はね、除草剤は使いませんけども、こうやってしっかりとね、草の管理をするということがね、日本の田舎ではすごく大事なことですね。この辺をね、履き違えるとえらいことになりますんでね。はい、日本の田舎ではね、除草剤を使うというのが基本ですからね。じゃあそれを使いたくなければね、除草剤を使わないのは勝手ですけど、ちゃんと管理しなきゃいけないですよね。こうやってもう収穫がね、ほぼ、まあ出そうと思ったら出せますけど、まあどうですか、この時期にもうビタミンなはいらないかなって感じですよね。ちょっともったいなくはあるんですけどね。はい、もったいなくはあるんですけど、まあもうね、無理に出さなくてもいいかなっていう感じですね。なのでもう使わなければすぐに片付けると、そういうことでございます。こういうふうにね、きちんと畑というのはね、植え付けた時にしっかり管理をする。そして管理をしててもこうやってね、終わったらすぐに片付けるね、こういうスピーディーにね、管理ができるかどうかというのがね、大事なところです。いつも言いますけど、日本田舎の人はね、よく見てますから、ちゃんとね、管理できてますよ、ちゃんとやってますよっていうのをちゃんと 見せていかないとね。はい、特に新規就農者の場合はね、最初の3年が命ですからね、しっかりと管理をしましょう。週末雨が降ってきてね、他に畑やってる人が誰もいませんけどね、こうやってしっかりと働くことでね、まあ僕にとって当たり前ことなんですけど、あ、ちゃんとやってるんだということをね、ちゃんとお見せしないといけないんですね。はい、試されている立場なんですね。新規就農者っていうのは常にテストを受けているようなものなんですね。それが1年ごとにね、ちゃんと期末テストがやってくるんですよ。そこのところを分かってないと、ね、綺麗になったら気持ちがいいですよね。
綺麗になるでしょ、ね、こういう状態でねちゃんと終わったらすぐに片付けるという癖をつけないといけないですね。まあ里芋のね生育の邪魔にもなりますし、特にもう7月の半ば以降はねどん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 苗を、植えていかなきゃいけないですから、もう片付けをねできれば6月末までにね全て終えたかったんですけど、なかなかできないですよね。はい、ということでね、まあちょっと雨が多いんでね、なかなかこういう作業は遅れがちになるんですけどもね、サクサクとね片付けて、そして7月、特にねもう8月、7月の終わりからは作付け以外のことは一切できませんので、今のうちなんですね。はい、ということで、あともうちょっとね1、2週間のうちに全ての畑をね1回きれいに、管理しといてからおもむろにね作付けにかかるということでございますね。だから6月ってすごく大事なんですよね。太陽熱マルチの準備もそうなんですけどもね。はい、ということでね、日本の田舎はしっかりとね畑を管理しなければダメなんですね。草だらけにする、それは、やってはいけないことですね。除草剤を使ってもいいだろうし、私のように使いたくなければちゃんとモアであるいは草刈り払いで草を刈れって、そういうことでございますね。生やし放題にしてはダメですね。以上です。それではまた。